皆様、こんにちは。埼玉県福祉監査課です。皆様方におかれましては、日頃の介護サービスのご提供、並びに運営指導へのご協力、誠にありがとうございます。さて、この動画では、特別調査及び特別監査の対象となる主な事案や 福祉監査課の取り組みについて説明します。事業所運営の参考にしていただき、今後も適切な運営をお願いいたします。それでは、特別調査、特別監査について説明します。はじめに、特別調査について説明します。 特別調査は緊急に対応すべき重大な不正や権利侵害の恐れ等を内容とする苦情、通報を受けた場合に施設に立ち入りヒアリングや現場確認等により事実を確認するものです特別調査の結果問題点があれば改善指導を行います 次に特別監査についてですが特別監査は利用者の生命または身体の安全に危害を及ぼす恐れがある場合や法人施設が運営等に重大な問題を有する場合に指定の一部または全部の効力停止指定取り消しなどの行政処分の 前段階として実施するものです。続きまして、特別調査及び特別監査の対象となる主な事案について説明します。対象となる主な事案は、虐待、給付費の不正受給、私的流用の3つです。 はじめに虐待について説明します。身体的虐待の例として利用者が言うことを聞かず指示通りできない場合に行動を抑制したり促したりするために腕や肩を叩く行為はその程度にもよりますが虐待となる場合があります。また 徘徊してしまう利用者を自室に戻すために後ろから解除して歩かせる行為も状況によっては虐待と認定される場合があります虐待に当たるかどうかを判断するにあたり虐待に対する自覚は問いません利用者や職員の 虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に利用者の権利が侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応する必要があります。虐待があるという通報があった場合は、虐待通報案件として捉えます。最近は施設内に 防犯カメラが設置されていることもあるため当事者からの聞き取り調査のほか防犯カメラの映像も確認します職員は軽く腕や肩に触れただけと主張している場合であっても防犯カメラの映像から虐待と判断される場合もあります介護世話の放棄・ 公認の例として夜勤者が1名で勤務中特定の利用者が複数回ナースコールを鳴らすので煩わしく思いナースコールが押せないようボタンに細工をする行為は虐待にあたりますまた車椅子で自力で移動できる利用者を見守るにあたり 他の介助を優先させるため、危険を回避しようと一時的に車椅子を廊下の手すりに紐で固定し、動けないようにする行為も虐待にあたります。心理的虐待については、著しい暴言や大声で行為を促すという威圧的行為が大半です。 性的虐待についてですが、本人への性的な行為の強要、または性的羞恥心を催すあらゆる形態の行為が性的虐待にあたります。職員と利用者という立場を理解する必要があります。経済的虐待についてですが、本人の合意なしに、 または判断能力の減退に乗じ本人の金銭や財産を本人以外のために消費することは経済的虐待にあたります利用者の預かり金については本人や家族に無断で使用すると誤解を招く可能性がありますので取扱いを慎重にしてください 虐待案件については、虐待を行った職員の資質によるものだけで発生したと考えず、職員全体、施設全体の問題として、虐待防止にしっかりと取り組んでいただきたいと思います。虐待が疑われる事案が発生した場合には、虐待防止研修を行い、 虐待についての認識を高めることが大切です職員研修を実施する際には複数回開催し職員全員が受講できるように工夫したり職員の知識や経験に応じてグループワークなどの手法を取り入れ職員が自ら考え 発言できるような研修にすするななどの工夫も必要ですなお令和3年4月に運営基準が改正され令和6年4月から虐待防止のための指針の整備虐待防止のための委員会の設置職員への虐待防止の研修の 実施等の対応が必要となりました職員が多忙なところに利用者からの依頼が重なったりすると利用者を放置してしまったり対応が雑になり虐待につながることがあります管理者は人員確保や職員の相談連絡体制を整備するなど組織として 負担やストレスを軽減する取り組みを進める必要があります職員の働きやすい職場環境を整備することは虐待防止にもつながっていくと思いますもしそれでも虐待が起きてしまったら速やかに虐待認定の窓口である市町村への通報を行い 利用者や家族に対対ししては丁寧な対応をお願いします利用者や家族への説明が後回しになりさらなるトラブルとなることがあるので注意してください虐待の原因を究明し再発防止策を策定することも重要ですまた県への事故報告も 忘れずに提出してください虐待を行った職員への処分等の対応については適切なプロセスを踏んで行ってください安易に自主退職を認めるケースがありますがこうしたことがないようにお願いします次に給付費の 不正受給についてです。介護保険施設、事業所に限らず、高齢者施設、障害者施設においても人員確保が課題となっています。施設や事業所を運営するにあたり、基準で定められた必要な職種の人員が配置されているかどうかを確認し、 利用者数に対して職員が不足するという事態が生じないようにしてください。職員の採用、退職が多いと加算、減算の算定も複雑になり、正しく算定されていない場合には不正時給となる場合があります。開設時から人員基準を満たしていなかったり、 職員の不在と不正請求により行政処分を受けた事例がありました人員が欠如した状態が続くと十分な介護を受けられず利用者や家族職員からの行政への苦情通報につながることがあります 施設事業所の適切な運営を図るため必要な人員の確保をお願いします次に私的流用についてです複数の目でチェックする体制を作り事故防止に努めてください例えば通帳と印鑑の管理を異なるものが行うとか 通帳の出入金や預かり金を定期的に複数の目でチェックすることが重要です。チェック体制が整っていれば未然に防止できたと思われる事案がほとんどです。一人の職員に出入金を任せきりにせず水筒職員や会計責任者施設長等の複数人でチェックしてください。 私的流用は現金の持ち出しだけに限りません私的な飲食代や遊戯代接待費などを法人に負担させたり公用車を使用で使うことも私的流用にあたりますコンプライアンスを遵守し講師の区別をつける必要があります不正行為等を発見した場合は 返還請求や所轄庁への報告、場合によっては警察に被害届を出すなどの対応を取ることになりますなお、不正行為等を発見したにもかかわらず、役員等がそれに対応しなかった場合には、対応しなかった役員等が損害賠償責任に問われることがあります 指摘流用は複数の目でチェックする体制をしっかりとることで未然に防ぐことが可能です。最後に、福祉監査課の取り組みについて説明します。はじめに、社会福祉法人運営の手引きについてです。評議員や理事、幹事の選任、 協議委員会や理事会の運営などの社会福祉法人の手続きは法令で細かく規定されているため社会福祉法人の担当者から手続きががよくわからないといとう相談があります。このため県では法人の運営に必要な基本的事項をまとめた手引きを作成しました。 基本的な法人運営はこの手引きを見ていただければ対応できるものとなっていますので参考にしてください。次に社会福祉法人等の取り組み事例集についてですが新たな人材確保と定着支援の取り組み ICT 推進の取り組みなど運営指導やアンケートで 事例をを収集したたももののまとめたものですこの事例を参考にしていただいてそれぞれの法人に合ったやり方で取り組んでいただきたいと思いますその他にも契約事務の手引きや漢字監査のチェックポイント決算関係書類等のチェックリスト運営指導での 主な指摘事項に関する Q&A などを作成し福祉監査課のホームページに掲載していますので参考にしていただければ幸いです以上で特別調査・特別監査についての説明を終わりますご視聴ありがとうございました